おいアルハイゼン、いい方法を思いついたぞ。2位は2ポイント獲得できるんだろ。僕とファルザン先輩で1ポイントずつ分ければいいじゃないか。君の想像力には感服せざるを得ない。だがトーナメントのマニュアルには初めから最後に至るまでそんなルールはない。なら今付け加えろ。そんなことを俺がやるとでも。僕の優勝を邪魔したいのか。その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ。夢を見るにも時間は必要だ。そっか、2匹目の迅速飛鳥はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルールじゃ1人しかポイントがもらえないんだ。仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらいに来た過去に免じて、今回のポイントはお前に譲ろう。じゃあポイントはカーベさんにつけるね。いやダメだ、僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃないか。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ。まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで構わん。じゃがそんなにこだわるのであれば、わしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはどうじゃ。くじか。何か問題があるか。いや、その方法でいきましょう。じゃあくじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもう。すまんな後輩、どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが絶えないんだろう。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものはそういないだろうな。君なんかに何がわかる。僕はただ。弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者もアール村に移動する。時間になったらアール村で集合しよう。第二ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。アルハイゼン！